どうも、石戸です。さあ、研修生活138日目、10月26日。この日はどんな一日だったかというと、いじめられた一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ、研修生活138日目。今僕は麻酔科に行っているんですけど、この日はね、冒頭でもお伝えしたように、いじめられた一日だったんですね。誰にいじめられたかっていうと、実はね、麻酔科の先生じゃないんですよ。看護師さんです。まあ、正確に言うとですね、まあ、いじめられたっていうよりかは、まあ、どちらかっていうと、まあ、無視されたみたいな。そんな感じなんですね。なんかこう、空気扱いみたいなね。俺いないよみたいな。研修医いないよみたいなね。そんな風な扱いを受けました。まあ、研修医ってね、やっぱね、基本的にわからないことが多いんですよ。無力。うん。一言で表すならば無力。これが研修医なんですよ。で、そこで、優しく教えてくれる人ももうたくさんいるんですけど、中にはね、はっ、こいつ使えねえなって思われる方もいるんですね。まあ、忙しいから、わざわざね、付き合っているわけにはいかないじゃないですか。お医者さんは、後輩のお医者さんだったら、まあ、育てようかなって思ったりすると思うんですけど、もうそうじゃなくても、看護師さんだったら、もうお医者さんって別に違うから、自分が教える仕事じゃないじゃないですか。まあ、だから、まあ、もう、いったみたいになるんだと思うんですね。まあ、なっていいかどうかはまあ置いといて、まあ、なる気持ちはよくわかりますよね。自分が教えてもしょうがないし、まあ、とりあえずもうこいつはそのうち育つから、育つまでは無視みたいな、ね、でこの上の先生と話をしようみたいな、ね、そんな風になる気持ちはすごくよくわかります。なので時々、本当時々ですけど、もう優しい人ばっかですよ。もう天使みたいな人たちばっかなんですけど、中にはね、こいつは研修医だみたいな風に思われる方も中にはいらっしゃいますね。天使みたいな看護師さんに救われたこともあるので、よければね、こちらご覧いただけたらと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますので、看護師さんに救われた話、よければぜひご覧ください。で、話を戻しますと、やっぱね、中にはね、もう中にはですよ、もうごくごく稀にね、はぐれメタルぐらいの確率で、あ、研修医さんだ、みたいな風にね、思われる方もいて、この日はそんな日だったんですね。まあね、最初からね、ちょっと嫌な予感をしてたわけですよ。研修がするみたいなね、そんな気はしたんですよ。なんでかっていうと、いつもね、この手術室に入ったら、先生薬確認してくださいって言われるんですね。自分たちがこうオーダー、こう注文している薬があるかどうか、ちょっとその容量が正しいかどうかっていうのを確認してくださいって言うんですけど、その時はね、なんかこう僕じゃなかったんですよね。で、上の先生が来て、あ、先生確認お願いしますみたいな形だったんですね。いや、俺でいいよ、俺いるし、みたいなね。確認ぐらいできるわ、みたいな。うん、そんな感じ。あれ、ちょっと今日は様子が変だぞっていうふうには思ってたんですね。いやけど、その初っ端から研修医かどうかなんて分からないじゃないですかと思うかもしれないですけど、実はね、うちの病院では研修医は分かるようにマークがついてるんですよ。この胸のところにバッジをつけるんですよ。で、青いバッジで名前が書かれてたら、それはもう研修医の合図です。私は研修医ですみたいな感じでね。他は別になんかついてないですよ。赤のバッジ、黄色のバッジがついてるわけじゃなくて、研修だけついてます。なんでついてるかっていうと、やっぱりこの研修医かどうかがわからないと、その人に判断任せていいかどうかわからないから、まあ現場ではね、当然の対応だと思うんですけど、研修医ってわかるわけですよ。ということで、ちょっとね、おかしいなというふうに思ってました。でね、いくつかね、やっぱね、決定的なものがあるわけですね。例えばね、なんかこう、持っときますよみたいなのがあるんですよ。置く場所を変えるから点滴持っとくとかね。そういう時でも、あ、持っときますよって言ったら、いいですみたいな感じで、ピッピッピッみたいなね、あれみたいなね。でね、上の先生がね、あ、もし持っときますって言ったら、あ、先生お願いしますみたいな、おいみたいなね、ちょっと待てみたいなね、そんな感じじゃないですか。そんな形で、まあ、いくつかね、もういらんことしなくてもそこにあなたはいなさいみたいなね、まあもう空気扱いを受けましたね。まあ、もちろんね、もちろん上の先生とかね、しっかり教えてくれるし、こうトレーニングしてくれるので、その看護師さんだけです。また手術室って別に看護師さん一人だけじゃないんですよ。看護師さんが外回りの看護師さんっていう看護師さんと、あとはその実際の手術場でこう機械を出すね、機械出しの看護師さんがいるんですけど、機械出しの看護師さんとかもめちゃくちゃ優しくて声かけてくれる天使でしたね。だけどその外回りの看護師さんで、たまたまね、その日だけかもしれないし、まあ、僕だけかもしれません。だけど、ちょっとね、当たりがきつかったと。まあ、そんな風にね、思った一日でしたね。でまあ、この一日を通してね、思ったことはね、何をもってね、いじめと感じるんだろうっていうのをふと思いましたね。まあ、パワハラとかね、いじめとかあるじゃないですか。何をもって、そうなんだろうと思った時に、まあ、思うのは、やっぱね、根底にね、愛があるかどうかだと思うんですよね。何言ってるんだと思うかもしれないですけど、以前ね、麻酔科で、ボコボコにされた話っていうのをね、お届けしました。まだご覧いただいてないよって方はね、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますのでご覧いただきたいんですけど、その時にボコボコにされたけど、まあ、動画内でも語ってるけど、まあ、全然ね、嫌じゃないんですよね。
むしろね、ありがたいと思ったみたいな。それなんでかっていうと、やっぱ根底にね、愛情があるからなんですよ。こいつ、ここはダメだからっていうふうに、ちゃんとね、言ってくれるってすごくありがたいことだから、根底に愛情を感じたわけですよ。そしてその言ってることは理不尽じゃないわけですよ。俺が右って言ったらお前右向いとけみたいな、そんな感じじゃないんですよ。ちゃんとこういう理由だからここができてないからダメだろうお前みたいな感じでね、言われるわけですよ。しかもそれを言って僕らができるまで待ってくれるっていうね、そういうのでも愛しかないじゃないですか。何言ってるんだろう本当にね。愛を朝から熱弁する研修医だからこの根底にやっぱ愛があるかどうかなんですよ。で今回の看護師さんってのはもう愛ないじゃないですか。そうですよね。関わってたら仕事遅くなるから早く帰りたいでしょうし、もうこいつに仕事回さずにこっちに回した方が早いってのはもうわかるから、この方はもう無視みたいなのにするのは愛がないですよね。だからやっぱそこに愛があるかどうかっていうのはね、すごく大事だなと思いました。愛があればね、どんなことでも耐えられる。だけど愛がなければね、やっぱ辛いですよね。そう。だから、もっとね、周りをね、愛せようと、そんな風にね、思った一日でした。大変な一日でしたね。気を落とさずに頑張ってくださいと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また、一緒にいてるではこのように僕の研修生活の模様をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方は、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひご覧ください。特にね、Twitter の方頑張ってつぶやいておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしていただき、フォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日はいじめられた話ということで、看護師さんにね、無視されたと、空気扱いされたという話をさせていただきました。まあ元々といえばね、なんで無視されるかっていうと、やっぱね、僕がね、やっぱ実力不足であることがやっぱ原因だと思うんですよね。なんか薬聞かれてもやっぱわからないし、わかる薬ももちろんありますけど、わからないことも多いので、やっぱね、そこら辺をね、きちんとできるようになったらね、もうちょっと人間扱いしてもらえるんだろうなっていうふうに思ったので、まあこれを機にね、まあ、しっかり自分のね、スキルもね、上げていきたいなというふうに思いました。やっぱね、人はね、変えられないので、自分がね、変わっていこうとすることがね、すごく大事だなというふうに思いました。まあ、周りね、優しい人たちばかりなので、これがね、もう毎日ね、100人中95人がね、その人たちばかりだったら、すごく悲しい気持ちになりますけれども、まあ、時々ね、当たる感じなので、まあ、その、ね、体験をね、バディにね、力に変えていこうと思った次第でございますね。あなたもね、もし誰かにね、空気扱いされているようなことがあれば、何くそと思ってね、頑張っていただけたらと思います。僕もこれから頑張っていこうと思います。それでは本日はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。See you next time. チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。